さあ始まりましたグリーンピースの、皮むいちゃいましたでございます。はい、お願いします。はい、ということで我々もこれで最終回ということで、最終回、最終回ですよね。だったらいいんだから、だったらいいんだ、だったらいいんだ、まだ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 続くんですかこれ。すごいな。うわー、いやこの調子で終われるのかなと思って前番組でね、そうそう、やめやめやめっていうことで、やめれるのか、やめれないんだこれ。やめれないか。これはロッキー行けの楽しみだ。いやいやいや、困るんだよなそれもな。ちょっと ね目つけられちゃってるから、目つけられちゃってるからね。恐ろしいですけど、なんかお花があるんですよ。なんでこれ、なんですか、わかんない、なんか片付けてくださいよ。そうだね、ぺこぱのぺこぱってんじゃねえよ、シュウペイさんは松井裕太さんのスタッフ、渚ゆきみさんから、ダメですよ、ちゃんと片付けないと。片付けないと、もういつまでもね、ペコパのお世話になれないんだから。これでまたどうせ切り取るんでしょ、ペコパのお花で絡んだっつってグリーンピース。またやんのよ、もう分かってんだから。そんな切り取られてる。すぐペコパって言ったら切り取るから。そしたら書けるから、やっぱサムネに嘘じゃないから、ペコパのことは言ってるから。すいません、ね、サックス俺ほんと明日も置いてあるよ、下手したら。ずーっともういいです、もういいですやだよね、もう いじれっていう匂いがプンプンするお花なので、ね、いやもういいですよ、マジョさんもいいですか。いやもうそんな味しないですから、それもめちゃめちゃ見せてくる。